飛行可能なフォッカードクター・アイの複製機。第一次世界大戦で広く知られる三葉機三葉機は、講義の副葉機のうち、三つの翼を配置したものである。特に主翼三枚を、上下方向に並べているものを指すことも多い。尾翼や前、翼がこうした形であるものは、通常この形式に数えられないが、そのような構造を持つ機体は時折存在することがある。 三葉配置は、複葉器といくつかの点で比較されることがある。三葉器の正面図三葉配置は、同程度のスパンと面積を持つ、複葉器よりも狭い翼弦長を持つ。この特徴は、それぞれの翼をよりスレンダーにする形で現れ、同時に高いアスペクト比を付与する。これらは翼を、より効率的にして、揚力を増大する。こうしたことは、潜在的により早い上昇率と、 小さな旋回系を与え、両方とも戦闘機には重要である。ソッピーストライプレーンは、この成功例であり、同型のソッピースパップ副用機と同じ翼服を持っていた。または、三用機は、副用機に与えられた翼面積及び、アスペクト比と比較して減少したスパンを持ち、これはよりコンパクトで軽量な構造へと至る。このような潜在性は、 戦闘機により良い格闘戦性能を付与し、また大型機に対しては、より高い搭載容量と、地上での取り回しの良さという実用性を与えた。伝説の第一次大戦のエース、レッドバロンで有名なホッカードクター I3 容器はこの2つの設計要求の間に釣り合いを取り、同型のホッカー D6 複容器よりも適正化された短いスパンと、 適正化された高いアスペクト比を持っていた。三度目の比較は同じ翼設計を持つ複容器と三容器の間でなされる。三容器の第三の翼は増大した翼面積を提供し、これは非常に大きな揚力を与える。追加される重量は全体的な構造で増した余裕で部分的に相殺され、より効果的な構造が許容される。カプロ 2CA。 4シリーズはこの方法で若干の成功を収めた。こうした利点は、どのような設計が行われるにせよ、多かれ少なかれ相殺される。それは、追加重量と支柱構造の空気に対する効力、及び積み重ねられた翼というレイアウトに、固有の空気力学的な非効率性による、複容器の設計が進歩し、三容器の不利が利点を上回ったことは明確となった。 一般に、山陽のうち最も低い翼は、飛行機の胴体仮面と、同程度の高さに設けられ、中段の翼は胴体の上面と同じ位置につき、最上部の翼は胴体の上に、支柱で支えられた。ボースソンボーグナス潜備翼式山陽機は1908年頃に製作された。飛行したとして知られる最初の山陽機は、グーピーナンバーワンだった。 これは1908年にアンブロワーズ、グーピーが設計し、ブレリオボワザン社によって制作され、37kW のルノー製エンジンで飛んだ。数週間後、ハンス・グラーデの山陽機は、最初に飛行したドイツ製航空機となった。同年、ファルマンは、彼の持つオリジナルのボワザン機を山陽機の使用へ、回収し、またドーランドは、軍用の山陽機を製作した。 1909年、ボッカーは線尾翼式三業機を製作した。1909年から1910年にかけ、イギリスの航空戦駆者であるアリオット・バードン・ローは、設計の放棄に至るまでに4機の試作三業機を製作した。ローアイ三業機、ローツー産業機、ロースリー産業機、ローフォー産業機である。また1911年には、 ロシアのロドジェストベイスキーが三業機を製作した。ソッピース三業機、第一次世界大戦で収益した最初の三業機。第一次世界大戦中、いくつかの航空機製造会社が三業機の形態を戦闘用に変えた。実際には、これらの三業機は一般に副業機よりも劣った。性能を示し、二種の飛行機だけが比較的少ない数量とはいえ、量産するに、 十分なほど成功した。ニューポール社は1915年から1917年に、かけ、一連の三容器の試作系を製作し、搭乗員の視界の改善のため、上、翼を後方へ大きくずらして配置した。また特徴的な三角形の支柱配置で三つの翼を支えた。この設計は、貧弱なそうだという結果に終わり、打ち切られた。1916年、 ソッピース社は3種類の異なる設計で開発を行った。一つ目、ソッピース採用機として知られる機体は、量産が開始され、作戦任務に投入された最初の軍用採用機となった。この機体は、高アスペクト比かつスパンの同じ翼を持ち、これをソッピースパップ副用機とほぼ同じ胴体に搭載した。また翼の両側に1本の強靭な支柱を備え、 最小限のワイヤーで張り締めて支えた。この機体はイギリス陸軍航空隊とイギリス海軍航空隊によって発注された。しかし結果としてはイギリス陸軍航空隊向けの機体は別種の機体と交換されイギリス海軍航空隊のみでソッピースの産業型が任務につき成功裏に働いた。このようなソッピース産業機の性能の優位と アルバトロス D3 を超える初期の成功は、設計に対する軍の関心を、ことにドイツとオーストリア・ハンガリーで刺激した。一連の試作機が1917年から1918年に、かけ、軍の圧力下で、しばしば不祥不祥に製作された。例としては、アルバトロス社、アビアティーク社、ブランデンブルク社、DFW、オイラー社、フリードリヒスハーフェン社、 LFG ローラント社、ローナー社、ナグロ社、オファーク社、プファルツ社、ザプラーティンク社、シュッテイランツ社、ジーメンス・シュッカート社、WK 会社、そしてアメリカではカーチス社である。これらはどれ一つ量産に至らなかった。フォッカーの V4 試作機は張り締めることなしに型持ちとされた珍しい翼を持ち、上翼は胴体へ支柱だけで取り付けられた。 この翼は飛行中に角の振動を起こし、次の試作機である V5 では、ソッピースと同様、両方の翼の間に一つの支柱が追加された。しかしワイヤーは用いられなかった。この機体は有名なホッカードクター I3 ー機の試作機となった。1917年、この機はマンフレートホンリーヒトホーフェン、通称レッドバロンと最も密接に関わり、航空機として、 まず消えることのない名声を得た。この機体は良好な上昇率と高い運動性能を有したが格別に速いということはなかった。この二例の機種が空中において衰退した後、こうした形態の機体は強化のために任務から外されたが最終駅した時にはもはやこれらの機体は性能面で最前線になかった。戦闘機としての採用機の性能は改善された。 服用機によってすぐに追い抜かれた。しかしながら、1919年と遅い時期にも、ソッピーススナークの試作型3機が飛行していた。第一次世界大戦で、ポーランドのリュックやワルシャーの爆撃を行った、チェッペリン Z4。後に建造された、チェッペリン飛行船は、海峡を渡って、イギリスの爆撃にも用いられた一方、数人のイギリスの設計者たちは、 ェッペリン飛行船の用途として産業機の形態を追求した。アームストロングホイットワースは1915年から会計5及び会計6の試作機を開発していた。これらの機体は大型の双発三座機であり、重力が他の翼よりも顕著に長かった。また1917年にはブラックバーン社が短座の産業機を一機製作した。これは 少々の逆光であり、初期の流儀のように推進式のプロペラを持ち、ブームの先に尾翼を装備した。この設計は、射重を胴体前方に装備できることを意図していた。どちらの機体も試作の域から進むことはなかった。1917年に製作されたカプロに CA-4 は、1918年には重爆撃機として、イタリア空軍の軍部に着いた。 当時これは成功した設計であり、多くの派生型が作り出された。戦後、カプロにはこれらの多数の派生系を新しい型として整理した。不成功となったカプロに CA60 の試作機は、大西洋横断のための飛行艇であり、CA4 から流用したつ葉の翼を3セット配置した。全体では9枚の翼を持つ、この機は通常、 多様機と分類される。1918年からブリストルはカプロニの設計したような一連の大型三容器を開発した。これは異なる任務を狙い、異なる派生型として現れた。最初のものはブリーマー爆撃機である。1918年に飛行し、マーク2は1919 19年に飛行した。派生型であるプルマン14石油送機は1920年に、 飛行した。軍用貨物機として、より大型に設計された2機の試作機が新たに続き、トランプとあだなされた。タラント・テーバーは、別紙のより大きなイギリスの爆撃機である。1919年の初飛行で事故を起こした。設計者、ウォルター・バーリングは、同様の大きさのアメリカ機であるウィッテマン、ルイス XNBL-1 の製作を続行した。 この機の初飛行は1923年である。1922年、日本海軍が艦上攻撃機として三菱内燃機が開発した10年式、艦上来撃機を正式採用した。日本海軍が採用した唯一の三用機であったが、整備の困難さや防御武装が貧弱だったことなどから20機の生産にとどまった。1921年、艦用機であった。 テキサスワイルドキャット1からカクタスキトゥンという競技用採用機が製作された。副用機としてはテキサスワイルドキャット2が存在した。単用から三用へ移行したのは史上唯一の設計である。テキサス州民でこの機のスポンサーでもあったコックスはこの機体を設計しカーチスコックス競技機と呼ばれた。1922年のピューリツアトルフィーレースにおいてカクタスキトゥン号は カーチス副用機に次いで2位を占めた。カクタスキトゥン号は435馬力のカーチス C12 エンジンを装備した。その3容器の形態は、単容機と副用機の操作と速度における先行性をしのぎ、しばらくの間、もう一度3容器は注目された。カクタスキトゥン号は1922年において最速の飛行機で、そして時速200マイルを超えられるように懸念された。 同年、この機体は海軍に寄付のウェピューリツアトルフィーレースのための訓練機として用いられ、名声は非常に早く飛び去ることも判明した。タンデム配置の三用機は2セットの三用主翼を前方と後方に有し、幾種類かが製作された。d ォ4は1908年、水素発となる国産飛行機を設計した。これはタンデム配置の三用機で、 二枚羽根の小型で水平なスタビライザーがついていた。1909年のロアイ三業機はまた、尾翼が大型の産業であったために、タンデム式の三業機とも記録される。1917年のフォッカー V8 は、また別のタンデム式設計であった。しかしこれは、真の意味で、タンデム式三業機ではなく、前方に三業、後方に副用、そして、 ビブスタビライザーとして一様を備えた。カプロに CA60 の側面写真1921年、ジャンニカプロニとカプロニ社は、長距離航空便を目指したカプロに CA60 を試作した。タンデム式3列3容器の形態を取り、一つの胴体にカプロに CA4 系列の3葉の翼を3つ配置した。これは、不安定であることが判明し、 初飛行で墜落した。1922年、さらにもう一例の機体がアメリカのカンザスシティで製作中だった。最近では、タンデム式採用機という言葉が従来の翼と水平尾翼に加えて全動式のカナードを持つ数種類の新型単用機のために用いられることがある。構成として直列に三つ共通の揚力面を持つものは、より正確にはタンデム三翼機。 または、三連単デム欲機であり、三陽機のようなものでは、ない。これらの現代的な機体は、航空の先駆であったボアザン・ファルマンアイや、カーチスナンバー1と比較されるかもしれず、これらの先駆者の機体は、大きな主翼の前後に、小型の翼をつけていた。こうした小型の翼は主な翼配置の一つとして、注目されなかった。またこれらは、ンデム欲機とは記録されていない。 ありがとうございます。